WKA のタイトルを手に入れ、その後も強豪相手に勝利を重ねている佐藤義弘。しかし彼はまだ物足りなさを感じていた。もっともっと上の世界へ。そんな彼に挑戦状が届いた。生きる伝説、ムエタイの神とまで呼ばれている男、ルンピニースタジアムウェルター級王者ガオラン・カウイチット。そのガオランが佐藤の世界タイトル防衛戦の挑戦者として名乗りを上げた。王者佐藤義弘が最強の挑戦者を迎え撃つ。オーナー177センチ、 66.4キロ、挑戦者現ルンピニースタジアムウェルター級王者、大国ガオランカウイチット。全日本キックボクシング 8.17 ハリケーンブロー、全日本バンタム級王座決定戦に続きダブルメインの第2試合、今夜のファイナルマッチです。 WKA 世界ムエタイウェルター級タイトルマッチ、3分5ラウンド。赤コーナー、 WKA 世界ムエタイウェルター級王者、名古屋 JKF 佐藤義弘。一方青コーナー、ルンピニースタジアムウェルター級現王者、ガオラン・カウイチット。2001年11月、ドイツで巻いた WKA 世界王者の証し。若き世界王者佐藤にとって、このベルトを守りに入って守りきるには、あまりにもうまく強く、そして老快さまで兼ね備えたムエタイの神ガオラン。400年とも500年とも言われるムエタイの歴史に同じムエタイスタイルを持って挑み、果たしてそれが通用するのか。青コーナーのガオラン、前回清水とのドロー劇、前回は負けなければよかった、しかし今夜は引き分けではベルトは奪えない。そう、ムエタイの真髄が今夜明らかになります。さあ、第1ラウンドのゴング鳴らされました。いきなり前蹴りを出していったのがガオラン、左右のローキック。さあ、瀬さん、まず立ち上がり、この入場シーンから含めて佐藤の硬さはどうでしょうかね。いや、適度に肩の方に降りてると思いますよ。そうですか、はい、自分のペースで戦おうと言ってますよね、うん。安川さん、はい、これ立ち上がりはこう下の攻撃からですね、蹴り込んですね。そうですね、あんまり相手ミドル前にね、この前ミドルに付き合わなくてもいいと思います。なるほど、はい、右のロー、これは空を切っています。佐藤義弘、左ミドル一つ入りました。ないですね、もう一つ、これは佐藤カットしています。左のパンチ入れながら組みついていきました。左一つ入りましたね。崩しながら左入れてきましたね。はい、瀬さん、でも佐藤の方も本当に自分のテクニック、はい、テクニック自体にも自信を持っているようですね。パンチ、素晴らしいことですね。はい、肘、右のローキック、それに合わせて前蹴りでポンと突き放すようにしました。ガオラン、しかしリーチ、そしてコンパスも佐藤の方が長い。首突き側の右の肘、佐藤の方が前に出てきます。首突き際、安川さん、この、はい、際の肘怖いですね。そうですね、佐藤がパンチを、ストレート系のパンチを打ってる分には、ええ、ガオランの肘は届かないみたいですね。ギリギリ届かないみたいですね。これですね、はいはい、逆にストレート返していったのはガオランの方です。今度は肘、安川さん、外右の肘、はい、意識して攻撃的に出してますね。そうですね、ちょっと危ない、肘フェイントでしたね今、はい、そして崩していく、素晴らしい。この辺の崩しはもう芸術ですね。いいです、もう一つ、危ないところです。ここはミドルキック出す前に佐藤が防いだ。今度は左のローキック、佐藤、さあ首突き際です。今ガオランがバランス崩しましたね。そうですね、はい、残り時間あっという間に30秒を迎えようとしています。第1ラウンド、縦肘を佐藤の方が出していった右の膝。安川さん、今のこの辺りの崩しどうですか。うまいですね、はい、さあカットしているところ、すぐパンチにつなげてきましたガオラン。
ガオランの左ももかなり赤くなってきています。フェイントから大きくもキャッチストレート、第1ラウンド終了。ラウンド右のローから入っていった、パンチ連続して出してきます。右のミドルキック、左を返すのが佐藤。今度は右のロー。あー、今クロスカウンターのような感じ。うぅー、千さん、これちょっと気持ち的にこう引くことはないですよね。あったらダメですよね。それは、はい、右のロー。さあ、ローのフェイントからパンチか、いや逆に今度はガオランの方も一つ二つローキック出してきます。今度は前蹴り、肘、佐藤の方だ。全然臆するところなく戦ってますね、佐藤は ね、 ですね。いわゆる隙を突こうだとかどうにか切り下がろうではなくて、いわゆる切れましたね。切ったのが佐藤の方ですね、はい、先ほどの縦肘ですかね、はい、さあこの第2ラウンド開始早々カットがありました。ドクターチェックが入っています。チェックされているのはムエタイ王者ガオランの方です。さあこれを聞いて会場からは佐藤コールが起こっています。セコンドにつく名古屋 JKF 勢小森会長、そして佐藤孝也さんからも佐藤に今の時間もアドバイスが飛んでいます。どうですかね。いやもうセコンドを入れての話し合いですから、かなり深いじゃないですか、ね、そうですね。で今夜佐藤義弘は赤コーナーからの登場、すなわちガオラン・カウチット青コーナー先に登場させて堂々のファイナル最後の入場でした。試合は続行できそうです、はい、さあ、しかしながらこれで怒りには火がつきますね。さらに来ましたね、もう完全ついてますね。あ、今ちょっとスピードが違いますもんね、はい、顔色変わりましたよ、ガオラン。さあ安田さん、ここからですね見どころは。そうですね、このまたこのガオランの焦りを利用して、なるほど、合わせてほしいですね。そうですね、いやもうガオランの顔が違います。そのガオランの焦りにあっと一つもらった。佐藤はつけ込んで逆に老快さで上回ることもできるか。これは怖い、今倒れながら膝を落としていくんですね。だんだん勝負の非常になってきましたね。まさにそうですね、瀬さん、これはすなわちガオランが負けるかもしれないという危機は感じたわけですよね。感じてますね、完全に体が黄色信号を走ってるんじゃないですか。そうですね、この戦いは WKA のタイトルマッチ、 WKA の王者は佐藤です。挑む立場がガオラン。左の膝回し落としていきます。ガオランカウチット、今度は右だ。安田さん、やはりこの対ムエタイ組むとやはり1枚上ですかね。でもあの体重はこういう時に切れた相手にわざと傷口を触ってくるんですよ。そういうことを佐藤選手もやれば今一つ行きましたね、はい、こうギリギリ腰みたいにしますよね、はい、さあ残り時間50秒切っています。右のロー2つ、いいですね。どういうベースどんどん試合を続けてほしいですね。そうですね、いい形でこう勢いに乗りすぎてないですよね、チャンスなのに、はい、冷静ですね。打ち足立ってないというのは本当に特筆すべきことだと思いますね。安田さん、本当に私にはガオランの方がこう必死に見えるんですけどね。そうですね、認めます、僕も。そうですか、はい、うわ、肘出しましたね佐藤。さあこの崩されながら佐藤も一つ膝を返したか。今夜のダブルメインイベント、その第1試合には全日本バンタム級の王座決定戦、藤原と平谷という全日本の若い2人、非常に壮絶な激しい戦い繰り広げられました。そしてダブルメインの第2試合、高度な、そして第1試合に負けない激しい戦いです。しかもガオランに精神的に優位に立っているのが佐藤、王者として堂々の戦い。応戦したガオラン、いやパンチが先だった、ガオランも応戦。瀬さん、これは倒すしかないという判断ですね。ガオランがこのままだったらお前負けるぞって言われたのかもしれないですね。ということですね、はい、突き放して佐藤打ち抜いた。もう
4ラウンドまでとガラリと変わった攻防になりましたね。ですね。安田さん、これ確実にガオランはこのままいけば負けるという判断ですね。さあ組んで膝を出していきますガオラン。これも完全に倒しきれなくなっています。崩しきれなくなっていますガオラン。WKA 世界王者の佐藤、金星まで間もなくと言いましょう。堂々の戦い。いや佐藤の自信からすると金星というのはあまりにも失礼か。堂々の戦いです。ボディだ。いいですね。いいですね。顔面だけに神経集中してないですね、はい、冷静な証拠だと思いますよ。アッパーも入っている。膝素晴らしいですね。素晴らしい、はい、どちらかやや佐藤が打ち勝ってるように見えるんですよね。そうですね、はい、安田さんいかがですか、はい、打ち勝ってますね、はい、さあここで効いてますね。そうですね、はい、あそれも分かって佐藤左のこうボディフックだったんですね。いやちょっとこう瀬さん今ガムランがセコンドの方にこう見張るようにしました ね、 ですね。不安そうな目で佐藤のパンチ捉えてる捉えてる。危ない左、いやーちょっと回ったが、しかし今度は膝の佐藤の方が入っているか。今度ガオランが佐藤のボディフックに合わせて右肘を出してくれますね。なるほど。やっとバックエルボーです。膝佐藤が。してさあもう残り時間55秒、はい、このままのペースでいってほしいですね。そうですね、はい、おっと今バッティングがありましたか。さあ組んでいきます。会場から佐藤コールが沸き起こる名古屋 JK ファクトリー。 WKA 世界マイタイウェルター級王者佐藤よしひろ。いやどっち合いだどっち合いだ。行ってほしいですね。勝ってますね。先だけあったのはガオラン。ここまで来たら倒してほしいですね。やはり試合前のキーワードはパンチ。まさにそれだ。まさか倒して終わるか佐藤よしひろ。いけ。さあ完全に加藤ペ佐藤ペースを握っています。残り時間10秒。いけ佐藤動き止まりましたガオラ。完全にガオラがグロッキー状態でしょ。ですね、はい、さあ残り時間はない、ない、ない、決まった判定に入ります。佐藤よしひろ右手を高々と突き上げる。瀬さん、はい、もうこれ勝利間違いないと言っていいですよね。僕の目にはそう思います。間違いない。佐藤が会場へ向かって両拳を突き上げる。試合途中までは佐藤コールでした。それが会場から吉弘コールに変わっている。準備にウェルター級王者ガオランに対して同等の戦い。さあ判定50対48赤佐藤。佐藤が1人目。ジャッジ足立50対47赤佐藤。2人目も佐藤。50対48赤佐藤。以上判定3対0で赤コーナー佐藤よしひろ選手の勝利です。立ち技世界最強格闘技ムエタイ、その頂点に立つ男より強い男、 WKA 世界ムエタイウェルター級王者、防衛です佐藤よしひろ。さあ布施さん、はい、正直この佐藤の戦い今、まあ、勝敗とかっていうのを別にしてどう感じていますか。いや本当に佐藤君本当に新たな歴史をですね、新たな道しるべをこじ開けましたね。本当にそうですね。あもうすでにガオラーもリングを後にします、まあ、試合前佐藤がこう技術でも負けない、気持ちだけじゃなくて技術で負けないところを見せたいという話ありましたが、はい、安川さんはそれはどう感じられました。技術も同じムエタイの技術なら勝てなかったかもしれないですけど、自分のできることを信じて、自分のやってきた練習を信じてこの技術で勝ったという感じですね。ありがとうございました。みんな帰っちゃってます。まあ今日もちょっと帰ってますけど、この辺より多かったので嬉しいです。帰ります。Bye-bye.